はいこんにちはレクセン二ーチの矢島ですまあいよいよね令和三年度の司法試験と予備試験のね試験がだいぶまあ近づいてきましたねでまあ各地のね、えー、こう計画に合わせて今一生懸命皆さん勉強をされてるんじゃないかと思うんですけどまあ基本的には司法試験の受験生とかね予備試験の受験生って皆さん真面目ですからまあ最初からこうね、えー、無理無理な計画を立てがちなんですよねまあそんな中で、えー、まあ計画がなんかね計画通りうまく勉強いかないということで結構焦っているう感じだとは思うんですけどまあでも試験っていうのはね絶対値ではなくて相対的なあの ものですから。まあ他の人よりもね。あのこう諦めずにまあ頑張ってまあ行けばね、えー、それで必ずこう。合格に近づけるっていう。そういうシステムになってますから。まあ、そこのところはね。あの計画通り行かなくてもあの心配せずね。まあ、とにかく、あの試験の。まあ、前日まであの全力をあの尽くすっていうのがあの大事になってくると思いますね。で、まあ試験のね。やっぱその。 前の日本当に前の日は、まあ、あんまりこう頭興奮してしまいますとね夜、まあ、なかなか寝つけなくてねその下手すると徹夜っていう形でこう試験当日なんかね眠れなくてよく眠れなくて迎えちゃうこともあるんじゃないかと思うんですよだから、まあ、なるべく前の日は静養するようにね努めてもらいたいかなっていうふうには思いますね。ただまあもしあのこうね前の日結局結果的に興奮しちゃってね、まあ、うまくこうよく睡眠できなくて徹夜のまま試験迎えちゃったとしても、まあ、過去ちょっとこう皆さんねいろいろ経験してると思うんだけど別に1日2日徹夜してぐらいでほら 翌日倒れたりりすすることってあんまりなないいじゃないですか。だから、まあ、もしねあの万が一ですけどその、ねえー、眠れなかったとしても、まあ、そのことで何かこうねあのこう自分が不利になるとかそういうことは思わず、まあ、とにかくその自分の置かれた状況を最大限ねフル活用して、えー、このね、えー、試験に向かって、まあ、全力でねやっていってもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、まあ、そんな感じでね今年のまあ皆さんのね試験の頑張りをね応援してますので、えーまあ、最後までね試験の最終日まで、えー、なんとかね戦っていってもらえればというふうに思いますね、えー、どうもご清聴ありがとうございました試験頑張ってください